まだ勇気がないから翼入れができない。あれこれ、あれこれ無理じゃないの。あ、ギリ、いや、やるだけやってみましょう。やるだけやるしかないです。さあスライムにもね頑張ってまいりましょう。ここでストライク、はい、いやな、勝ったすぎじゃない。うわ、竜王が灼熱の炎、ベギラゴンを放ちます。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれあれ終わったぞ、終わったぞこれ。いや終わったぞお前、終わってる終わってる、もう無理無理無理、もう終わったんだよって、終わってんだってこれ多分。白熱のバトルです。くそ、落とすよ。今はつばぜり合いは仕掛けられないぞ。今はつばぜり合い仕掛けられないみたいですね。時間がないぞ。まあ、正直ちょっと上がってたんですけど、まあ、溜まっちゃうと、竜で私たちが耐えられるわけもございません。まあ、これがね、基本的にですね、カードとか装備とか揃ってなかったら大体こうなります。おはようございます。ティラッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、いやー、前回はですね、なんだっけ、はははは、はい、というか前回はまあストーンマンだ、ストーンマンがねめっちゃ頑張った動画でした。いや今回ちょっとね、いい加減進めようかなと思って、ストーリーちょっと進めますね。レディゴー。このお父さんがですね、もうクリアの直後からずっとこのセリフ言うんですよ。もう、日にちにすると1週間ぐらいこのセリフ言ってんですよ、このお父さん。もう疲れてきたと思うんで、僕行ってこようと思います。王者テイさん、戦う聖地コロシアムセンター、ようこそお越しくださいました。急に構え変えないでよ。え、魔人からの挑戦状です。そんなまさか。これダークドリアムから来たんよ。これは大変だ。すぐにモリーさんに知らせないと。王者ティラよ。魔人の話はマイクからなんか聞いたぞ。魔人がもうカード持つ姿なんて見たくないよ。モリーさんどうしたらよいでしょう。あまりにも危険なのでは。そうだね、魔人が椅子に座ってさ、モンバトの機械やってるっていうだけで怖いわ。綺麗に私はついている、危険なことはないだろう。そうだね、モリさんも戦えるもんね。なんでよ。だが戦うのはティラノだ。それを決めるのは本人あるのみ。魔人から称号受けてみるか。いいえ、怖がることないぞ。もう選択肢がハイじゃないとダメじゃないの、ほら。いやいや、僕たちモンスターマスターですよ。もう、魔人様には勝てないっすよ。あー。こういうことになるぞ。You are 王者なのだからな。はいはい。よくぞ驚いて言ったな。さすがは王者だな。いいえって2回言ったべや。魔人からの挑戦はこれまで以上に厳しい戦いになるぞ。それはそうでしょうに。魔人ですよ。魔人がカードゲームの筐体の前に座ってるって考えだけで、いろいろと怖いですよ、僕は。しっかり準備しよう。戦えるんだったら、殺し合わせたら戻ってくるんだ。もう準備したけどな。よくぞ来た、王者ティラよ。はい、来ましたよ。宇宙一決定戦。何それ、すげえかっこいいじゃん。じゃあ行くか。こちらの準備がいつでも発進できますよ。あ、発進ということ。うむ、ではこれより決戦の地で宇宙へ飛びたいぞ。どういうことなのよ。宇宙に筐体置くんかいお前は。まあ、バトルドーマシン使うんやろうけどさ。おー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 、嘘やろ。ムービー入りましたね、なんか。
おい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 、バトルロードの筐体飛んでったかな、おい。まさかバトルロードの筐体が飛ぶとは。その手があったか、筐体を飛ばすという手があったか。ねえ、すごいっすね、今の文化って。筐体を宇宙に飛ばすんですね。そうだよね、そうじゃないとカードゲームできないもんね。筐体宇宙に飛ばすってどないなってんの。スラブラスターさん、こんにちは。おーおーおーおお、筐体が空へ飛び立った。宇宙へ来た筐体が。スラブラスターの中に入っていくの。まあ確かに宇宙衛星だからね、スラブラスターは。なるほどね。おお、ここは一体、まるでバトルの大会のような。宇宙衛星スラブラスターのこの部屋が宇宙結成。スラブラスターさん、ごめんなさい、本当に。その通りだ、モリーよ。私の名はダークドリアム。おい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 、まさか。うおおねえねえ、お前たちさ、恥ずかしくないんか、その図体でカードゲームやるて。バトルドームマシーンに集まった子供たちのバトルエネルギーが私を眠りから呼び覚ましたのだ。いや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 、だいぶ小さいな、規模が。規模が小さいわ。私は誰の命令も受けぬ、すべてを無に返すのみ。カードゲームですよ。そんな。だが一つだけチャンスをやろう。私を目指したバトルロードである私の挑戦をすべて達成してみ。すべて。これ今日だけで終わんないやつだ。これ絶対今日だけで終わんないやつだ。そうすれば私は再び眠りにつこう。それが宇宙決定戦ということが。長くなるやつじゃないですかね、それ。パッと見ちょこちょこ多分やめるよ、僕。長いから。最終試練に挑んでもらうぞ。まずは9体の大魔王とたちが名付けて試練の9番勝。途中でやめさせて。そんな無理よ、1日で。1つずつにして。おい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 、すごいこと考えるね。ああ、連戦必須だったら僕今回負けます。まさかあれは2体目でわざと負けます、もし連戦だったら。ちょっと大変だから。ってことは、そうだよね、そうなるよね。え、いきなりそんな。だから間違ってません、一人プレイでは大魔王カードは召喚できないんですけど。なんでみんなちょっとチート使ってくるの。ダイモンカードは使えないはずよ、一人プレイじゃ。まあとりあえず戦いましょう。竜王ぐらい戦っときましょう。さあ行きましょう、竜王ぐらい倒しちゃいましょう。ベル、切り裂きピエロ、ブリザードマン登場です。やはりここはモンマスで行かせていただきます。で、大魔王と倒すのか、ついに。相性によって。じゃあ戦いましょうか、竜王。一人プレイで大魔王出しちゃダメでしょ。行きましょう。いや、まさか大魔王って戦うことになるとは。まあ、ある意味対人戦よりもしかしたら楽説はあるもんで、ここはやっていきましょう。普通にやっていくよ。いやー、ちょこっとやろうかなと思ったらこんな話になると思わなかったな。行きまーす。行くぞ、ブリザン。氷の刃。はい、はい。いいよー。いいねー、430。いいダメージです。かなりいいダメージ与えてる。いいよ。おたけび。これは嫌な予感がするな。止まんな。おし、神。神がかってる回避です。さあ、切り裂き君、デインを打ちます。ね。武器をポイポイして。ジャグリング、デイン。強ー。マジ ?523 は強い。いいね。ボリブロー、ベル。ほい、はずさい、避けられていく。せっかくの2体の頑張りを無駄にするのやめてください、本当に。2体の頑張りを無駄にしないで。さあ、ブリザンくん、氷の刃いけ。はい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 、いいね。しっかり弱点ついてるからね、今回は。さあ、ボディーブロー。ふーん、ようやく当たったか。でも300か。さあ、切り裂きピエロも全員。はいはいはい、それ500効くのはすごいよ。500も効くんだね。食いちぎる。
よっしゃ、避ける。避けんのはすごい。避けるのはラッキー。ラッキーラッキー。ブリザン君が頑張ってる。さあ次何来る？煉獄の火炎。ちょっと嫌な予感がするな。避けないかな。あーめっちゃ食らった。1000食らってる。デイン、はい、はい、はい、それ強い。いいよ、いけるいける。これ普通にいけそう、いけそう。ブリザン、氷の刃。いいねー。いい、いけるよ。いけるいける。さあ、ベル、ほい。ここはドラゴン切り行きましょう。ドラゴン切りして、ワンチャンこのターンに倒す。このドラゴン切りで1080食らうからね。あと600削ればいいだけです。いけ。ねえ、はじめ初狩りされてたやつだもんね、竜王って。竜王は僕がシャープ2で障害された相手ですからね。もう今雪辱を果たしてますよ今。大丈夫でしょう。 OKOK 大丈夫だ大丈夫だ。倒しきるぞ。いきた。ジャグリングのことで捉えて神の呪文フリーソーサング、でーやったかったすごい、倒しきった、やった、雪辱果たしましたね。やった。いやー、初狩りされてた雪辱を今果たしました。やったぜ。竜を倒せた。